んと質問が来ていた。ドラえもんはいくらですか？年に何機作ってますか？結論、20万円でたくさん作られている。まず初期の設定ではセワシの友達として来ていたのだが、コミックスになった際に加筆されて特売品として買われたことが判明。だからコミックスなどで中古ロボットとしてよく侮辱されることも、そしてドラえもん百科やドラえもんびっくりオール百科などで、たくさん工場で量産していることがわかり、そして1986年にスーパーメカのサイエンスドラえもん道具カタログという本で、青いドラえもんではあるが、22世紀デパートが一体20万円で販売しており、1991年に公開された、ドラミちゃんあらら少年山賊団では実際に耳付きの青いドラえもんが街中で販売されており、1995年公開の2112年ドラえもん誕生でも大量に作られているのだが、ドラえもんだけは販売ではなく、セワシがオーディションで落札した設定に変更されている。その後も朝ドラでも多くの放送回で工場で大量生産されているのが目撃できるぜ。このチャンネルではコミックスを読んだだけじゃわからないドラえもん雑学を配信してるよ。よければ